皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回の卓球チェブコの方よろしくお願いします。本日のテーマこちらになります。ジャイロの巻き込みサーブ、今回やってみようかなと思います。でこれは初心者中級者の方が対象で、まあ、今巻き込みサーブ触れます。世界的にも日本的にももう流行っているサーブですが、これを覚えた方はぜひこのジャイロの巻き込みサーブっていうのをぜひトライしてみてください。ブログとかで紹介してないんですけど、実際私はこれで試合でかなり点数を稼ぎました。結構あの普通の今までの横系のジャイロロングサーブなどよりもさらにちょっと難易度が優しくなったかなっていう感じが私はありましたね。通常の巻き込みサーブよりもさらに一段とパワーアップしたジャイロ巻き込みサーブ、早速プレイ動画をご覧ください。今回もしっかり横からのアングルなどで徹底検証しています。まずは通常の巻き込みサーブです。回転軸が立っている状態、通常の巻き込みサーブですね。サイドスピンがかかってて軸が立っている状態、これは一般的によくある、皆さんがよくやる巻き込みサーブかなと思います。でここからジャイロの巻き込みサーブです。回転軸が変わっている、で曲がり方も変わっていますね。大きく普通の巻き込みよりも大きく曲がるのが特徴です。このジャイロの巻き込みサーブはかなり強烈に曲がりつつ止まるように相手コートでバウンドするので、相手のレシーブがなかなかうまくいかないという形になります。これは非常に効果的です。こういう感じです。軸が変わっています。で大きく曲がるっていう感じです。相手のコート入ってから急に右にガッと行くような感じですね。相手コートで急にこうレシーブショートしたら離れていくという感じですね。フォアでレシーブしようとしたら自分の体から遠い位置に曲がっていくということで、これは相手は非常に取りづらいサーブですね。体から離れた位置で打球するというのはレシーブミス、もしくはレシーブを浮かせるという原因になりますので、このジャイロの巻き込みサーブは相手のレシーブを浮かせたり強打を防ぐことができますね。なので通常の巻き込みもレベルアップしているという形です。では早速比較をやってみます。左側が通常の巻き込みサーブ、右側がジャイロの巻き込みサーブです。でこの打ち方の違い気づきましたでしょうか。この一番大事なところっていうのは、ジャイロ回転サーブは下から上に引き上げるようにサーブを出すというのがポイントなので、この巻き込みサーブもいつもよりも下から上に引き上げるような感じでやると、こうやってジャイロ回転がかかるようになります。なのでスイング的にはバックスイングをちょっと気持ちしたいですね。で下から上に上げるっていうことです。でさらにもう一つ大事なところがありまして、このジャイロ回転やっている時、この瞬間見てください。ラケットの先端がどちらに向いていますか。左側の通常の巻き込みサーブはラケットの先端が相手に向いている形です。で右側ジャイロはラケットの先端がサーブを出す側の人から見て右側に向かって先端が向いているのが分かるかなと思います。擦った後のこのラケットの行く方向ですね、エネルギーの行く方向が巻き込みサーブは前に行く形で、ジャイロ回転の巻き込みは右に向かって横に行くような感じで流れているという形になります。このラケットの先端の違いですね、これが2つ目に大事なポイントになります。なので擦り方の意識としましては、1つ目、ラケットを下から上に擦り上げるスイングをする。で2つ目、このラケットの先端を相手に向けるのではなくて右に向かって擦る、先端を右に向けるっていうことを意識してください。他のジャイロ回転が出せない方であっても、このサーブはジャイロ回転が比較的出しやすいサーブなのかなと思いますね。スーパースローで見てください。このラケットを下から上に引き上げるような感じでラケットの先端を右にやって出しているというジャイロ回転サーブです。巻き込みながら右です、真横に向かって出すようなイメージですね。でやるとこうやって軸が変わった横回転サーブが出せます。先端を右にやる、相手に向けるのではなくて右側ですね、右方向に向かって先端をっていう形でやるとこうやってジャイロが出せる形ですね。もうとにかくそれを徹底してください。このジャイロの巻き込みサーブの大きな特徴としては、やはり普通の巻き込みサーブよりも大きく曲がる、そしてエネルギー方向的に前に飛ばすんではなくて右に飛ばす、横に飛ばすという感覚ですので、止まるような相手コートで伸びてこない、止まるような沈むような軌道で飛んでいくために相手に強打されづらい、そして普通の巻き込みサーブと合わせると
曲がり方と伸び方が全然違うので相手をさらに翻弄できるっていう、もう数々のメリットがあります。引き込みサーブの中でも最も得点能力の高いサービス技かなと思います。皆さん今すぐサービス練習をして取り組んでみてください。